ということでね、今日はこの790アドベンチャー、はい、お借りしてきたわけなんだけども、まあね、本当に本物っすね。まあそれしか言葉が出ねえぐらい、本当にね、こんなになんていうのかな、でかいバイクで、よくこのなんていうかな、オフ車っていうか、その感じっていうか、本当にこれどこでも行けちゃいそうなんですよね、こんなでっかいのに。本当にね、その辺すげえなって、もう凄みを感じています。はい、まあただね、これからはグダナミ裏レビューをやるんで、まあじゃあこのバイク乗るにあたって、まあ気をつけた方がいいことっていうか、まあその辺も含めてね、まあちょっと話をしていきたいと思うんだけど、まずね、一言言うけど、これこのパニア、純正のパニアね、これはすごくでかいんですよ。でかなり奥行きもあって半端ないんですね。でこれは乗るときね、まあ大概の人がね、多分足をかける。で足をかけると、このバイク、まあ189キロって言ってもやっぱりバランスを崩すとね、なかなか人の力ではこう抑えられるものではないので、前ね、以前空波がこうバイクのね、シートバックとか、まあパニアがついてるバイクのかっこいい乗り方を教えてっていう動画をね、撮った時のように、まあまあ足を、膝をね、回して畳むか、もしくはこうステップに足をかけて乗るか、まあその乗り方で乗った方が、立ちこけはしないかなというふうにまず思います。はい、じゃあ、行ってみようか。はい、ということでね、グダナミ裏レビューやっていきたいなと思うんだけど、まずね、このバイクを、まあ、なんていうのかな、すごくいいなと思う人と、戸惑う人、まあ、これ、乗るタイプによると思うんだけど、そうですね、多分なんだけど、オフ車、これキーワードは多分オフ車に乗ったことがあるか、もしくはオフ車に乗っていたか、これがまずあると思います。そうですね、例えばですけど、まあこれアドベンチャーのこういうね、見栄えのバイクとしては、空波取り10番勝負は、2代目ですね。まあ、1代目は、スズキの、V ストローム250、これを乗らせてもらったんですけど、このバイクは、明らかにね、V ストローム250は、見た目はこういうアドベンチャーのようなバイクをしてますけれども、完全にオンロードバイクなんですよ。オンロードバイクね、まあ、なのでV ストローム250のようなバイクは、オンロードのバイクしか乗ったことのない、ライダーさんが乗ってもおそらく何ら違和感は、ないんじゃないかなというふうには、思うんですね。思うんです。まあ、ただ、この790アドベンチャー、に関しては、これ、正直、オフ車です。オフ車なんですね。ですので、オフ車に乗ってる人は、なんていうのかな、特にそんなに違和感はないと思うんですけど、今までそのオンロードバイクにしか乗ったことがないという人は、まあいろいろな違和感を感じることがあるとは思います。まあそこをどう捉えるかなんだろうとは思うんだけど、その主にね、ツーリング、ロングツーリングに使うだけということであれば、むしろ、その先ほど言ったようなね、鈴木さんのバイクのような、味付け、というか、まあ設計思想の方が、かえっていい場合がありますので、まあそこはね、一つ誤解をしないで、まあ選んでいただいた方がいいかなというふうに思います。まあ例えばですけれども、まあホイール一つとっても、まあアドベンチャーバイク、まあこのバイクで言わさせてもらうと、まあ前輪はね、21インチですね。まあかなり大きいです。で後輪は18インチ。でしかもタイヤ細いです。でそういうバイクの曲がり方っていうのは、やっぱり普通のオンロードバイクの曲がり方とは違うわけで、そこはね、それオフ車に乗ってる人とかオフ車のより、もしくはオフ車ちょっとでも乗ったことある人は分かるかもしれないんだけど、オフ車なりの曲がり方っていうのが、ありますので、まあ、そこはねやはり、この790アドベンチャーも、要求してくるように感じます。まあ、その辺はね、休日かなというふうに
思いますね。まあ、それで先ほども表のレビューでもちょっと触れたんだけど、ブレーキね、ブレーキに関しても、やはり、いきなりこうブレーキをかけてもね、まあサスが前輪サス特に柔らかいんでね、かなり沈み込んじゃうんですよ。で沈み込むと結局そっちにこう制動力が取られてしまう感じで、ね、どうしてもこう若干利きが甘いように、感じてしまうということはありますけれども、まあ、そこはね、まあ、慣れたオフ車乗りであれば、まあ、なんていうのかな、まあ、最初にサス前サスを沈ませておいてから、前ブレーキをかければ、きっちり効きますので、まあ、それはそれでいいのかなというふうに思うけど、まあなんかなんていうのかな、こう例えばだけどこう温度のね、カチッとしたサスで、カチッとしたブレーキタッチ、ブレーキフィールっていうか、まあ、それをこう望むっていう人はやっぱり明らかな違和感を、まあ、感じると思うんだよねこれ。まあそれは仕方ねえかなっていうところで、はあるんだけど、まああとね、そうですね、まあ、このデザイン、まあ、デザインのことを言い出すとさ、まあそれはまあ個人のね、趣向の問題だから、まあ、どうしようもねえなっていうものもあるんじゃねえかなっていうのは思うんだけど、俺はねやっぱり、ね、個人的に何て言うのかな、こうデザインとして見た時にね、バイクをデザインとして見た時にこう動物、猛獣とかね、動物を連想させるようなデザインってすごく好きなんだけど、なんかね、あの虫を連想させるデザインってなんかねあまりこう好みじゃねえんだよ。でなんかこの790デュークに関してはこう見た目が完全にカマキリなんでカマキリで なんでかなと思うとさ、こう動物とかって、俺が思うにはだよ、その動物の走ったり歩いたりする姿ってなんかこうあの優雅だったり、まあ、かっこいいって感じるんだけど、虫ね、まあ、カマキリでも何でもいいんだけど、ゴキブリでも何でもいいんだけど、あいつらってその止まってる時はこうデザイン的に結構俺そのゴキブリが好きだとかさ、そういうことじゃねえよ、なんだけどかっこいいなって思うんだよね、こうフォルム的に。でもなんかさ走るとさなんか変じゃね、なんか虫ってかっこいいとはちょっと、まあ、カマキリにしてもさ、まあ、ゴキブリにしてもなんかそういうのがあってね、なんか俺バイクはそうなんていうのかな、ちょっとこう虫デザインっていうか、そういうのは、まあ、あんまり、こうちょっと好きじゃねえんだよね。あとね、その気になったのは、これなんていうのかな、こう今低速では、すごくこう粘りのあってトルクがあって乗りやすい、エンジンなんでね。で、まあ、表のレビューでは、まあ、二面性があって、ある程度ね、アクセルを開けて、まあ、回転を、まあ、4000、5000、ぐらいまで上げてもらうとね、もう一つのキャラクターがこう顔を出してね、こう急にドーンと行きますよというようなことを、まあ、言ったんだけど、なんていうのかな、例えばその俺の持ってるBMW の F800R で話をさせてもらうと、まあ、こんなにハンドル高くないし、なんていうのかな、もうちょっとこう体は前傾してる、前傾してるから、なんていうのかな、そのアクセルをカパッと開けたとしてもそんなにこう体が後ろにこう持っていかれるっていうか、吹っ飛ばされるっていうか、そういう感覚ってあんまないんだよね。そのアクセルをこう開けるときに、なんていうのかな、身構えてられるというか、まあ相撲で言ったらさ、こう前傾姿勢、前傾姿勢ってさ、相手とぶつかるのとさ、のけぞった状態で相手とぶつかるんじゃさ、そらね、のけぞった状態でぶつかったら後ろ吹っ飛んじまうと思うんだけど、なんかその感覚ってあるっていうか、そのアクセル開けるときでちょっと注意しねえと、この元々この体勢が非常に立ってて、ハンドルが高い位置からなんで、ちょっと今ね、若干開けてみようと思うんだけど、ちょっと後ろをね、確認して速度を、すごく落とします。30キロぐらいまで落として、ここはちょっとエンジンを開けてますね。はい、後ろにこう、のけぞるっていうか、フロントアップするっていうか、そういう感覚がね、あるので、そうですね、こう、まあ、今みたいにこう自分がアクセルを開けるぞという認識があって身構えてる状態であれば、特にこうびっくりするようなことはないと思うんだけど、普通に走っててね、ちょっと例えば高速道路で追い抜きをかけようというような、ことでアクセルを開けた時に、バーンって行った時にですね、パニックになったりとかっていうことはね、中には
あるかなというふうに思うんで、うん、まあその辺はね、ちょっと注意が必要かなというふうに、思うね、うん、でそれからねこのデジタルメーター、まあ、今俺あの390デュークっていうバイクを持ってるんだけど、そのまあバイクはねオレンジっぽいこう液晶であの黒の文字が出る表示なんだけど、やっぱりね結構見にくいんだけど、この液晶はね今こう晴れなんていうのかな、こう日中は白地に黒の文字なんだよね。これまあ俺いつも黒地に白は見にくいからやめてくれって言ってるんだけど、白地に黒なんでこれすごく俺みたいなこうジジイにも見やすい、うん、で文字もね比較的大きいし、非常に見やすいんで、この辺はあの好感が持てますね。まあ、それでね、あの車ってさ、よく皆さんの車もあのそういう車になっているのはあると思うんだけど、こうメーターがさ、その例えばこう日中はね、こういう色合いだけどトンネルの中に入ったりとかするとこう黒く反転して、今度白黒になったりとかってね、するじゃないですか。これもねちゃんとするんですよ。それもうすごいびっくりした。トンネル入るとね、今度逆に黒地にあの白になってね、トンネルの中でもねすごい見やすいの。この辺すごくいいなと思って感動したんだけどあの感動したついでに一言言わせてもらうと、切り替わりがなんか遅いんだよそこまでやってくれるんだったら切り替えもうちょっとあの俺の車なんかだとそういう機能ついてるんだけど、やっぱりトンネルから出たら、まあ、1秒かかんないと思うんだよね。その日中モードからトンネルモードに切り替えるっていうのはこれしばらくトンネルの中から出てさ、まあ、どう5秒6秒経ってもしばらく黒いで忘れた頃にフって変わるんだまあ、あのその辺がね、なんかこの外車っていう感じは、まあ、あのして、まあ、なんていうのかな、愛嬌のあるとこかなっていうふうにも思うんだけどね、うん、まあ、せっかくそういう機能をついてもらっているんで、まあ、その辺もちょっと、ね、よくしてくれたらいいかなっていうふうに思いますね、うん、で、あとはねこのミラーなんだけど、このミラーがこれ純正の KTM のミラーで、これ多分共用じゃねえかなと思うんだよ。俺のデュークの390デュークについてるミラーとあの同じ感じなんだけど、うん、そのなんていうのかな、こうちょっとハンドル位置が高いからなのかもしれないけど、このミラーのこの切れ角がちょっとね、あの本当もうちょっと見たいっていう場所が若干あの切れてしまうっていうか、うん、そういうところがあって、まあ、これアドベンチャーなんで、うん、もうちょっとこう大きい、ミラーをね、しっかりしたミラーを、まあもしこのバイク俺が持つとすればね、変えてやりたいなって思うとこではあるね、うん、でこのバイクさ、さっきから乗っててさ、これえれ楽だえれ楽だなっていう風に思ってるんだけど、まあそれなんでかというと、多分このあのすげえクソ長いシールドのおかげかなとも思うんだけど、全くね、体にも、うん、風は当たりません。まあただあのここで加速された風が多分だけどヘルメットのこの上の方に当たるのかなこれこれはあのモトブログでもやってる人じゃねえ限りは、あんまり気にはならねえと思うんだけど、まあその関係でね、なんかこうこの辺がこう、この辺まで全く風がないんだけど、この目線のあたりまでね、ここから上に急に風が強くなるんですよ。でそれがあってかしてヘルメットに、まあ、変なね風が当たって、もしかするとこうちょっとね、だいぶ風の雑音っていうのが、まあ、モトブログみたいなことをやる人に関してはだけど、入っちゃうのかなっていう気はするんだけどね。まあ、ただこれがあるのとないとではもう全然、高速の巡航するときはね、疲れが違うと思うんで、まあそこでちょっと文句を言うとこじゃねえかなとは、思ってます。車体をコンパクトにね作ろうと思って、こう、まあ、車長っていうか長さを短くしたかったんだろうけど、こう並列にした関係上、こうやっぱりどうしてもこのタンクっていうか足を挟む部分がね、かなりこれ太いんだよね。でこれがねやっぱりちょっと俺的にはあの気になるところかな、正直、俺このバイクが1年前に、会って、まあ、こうやって試乗させてもらってたら、多分、まあ、おそらくね、F800R を買うということは、なかったかなというふうに正直思うね。はい、ということでね、海水浴シーズンも、ようやく終わったんでね、今日は久しぶりに、こちらの千鳥ヶ浜、海水浴場まで、やってまいりましたけども、特に奥車乗りの人、奥車に乗ってて、アドベンチャーが欲しいなって、
思ってる方、うん、これフラットリンドだったら多分全然いけるよ、うん、タイヤ変えればね、もしかしたら普通の林道も全く問題ないと思います、うん、そんぐらい、本当にこれは本物、うん、まあ、うん、悔しいけどそう思うね、はい、800R 買っちゃって悔しいんだけど、まあ、俺にはもう買えねえからさ悔しいんだけど、まあ本物だね、うん。